滝田さん、どうぞ上がってください。おめでとうございます。いや、先田さん、この寒いところよく来てきますな。今年のお山の雪の積もり案内の頭出すか。出すな。今年の場合雪が吹き合ってお山の場2メートルも積もって出すな。ああ、なずめな。やっとこお山から降りてきた。そうすれば先田さんも難儀されましたね。今の日は生ハギさんどの辺まで来てるすべ。今は隣作戦だと思う。隣の子、親の言うごとくしかにとって生ハギでスコッともやれきあったすもんな。あ、なんすか、なんだか隣から三国へ近いであったすもんな。だともその子もっぽいからば親の言うごとくしかって生ハギと約束してあったようだから、大目にもすれば親方のうずざくるすべ。あ、なんすか、はい、先田さんもこちらでお休みください。はい、どうも、はい。おめでとうございます、はい、いや生揚げさん、この寒くて雪の深いところよく来てきたすな。なんぼさねても生ハギ生なんともねやんだ。いず年に一回山から佐渡沢を置いてこねばな。生獣まだ悪い病気も流行れば困るからすっかり払っていくぞ。ありがたいことさ、うん、生ハギさんもこの寒い中歩いてきたわ。喉乾いたさ、喉乾きいっぱい行くすから、うん、どうで、ここの日の先なんだもんだって食いな。うん、なかなか岬だ食い。あ、なんですか、この酒秋田小松で作った酒ですもんな。どうるで目どもたくりか。なすか、なすか、もう一回しますか。待ってください。なっと食いだば隣の先よりもずっとこっちの本見なくいな。生ハギさんから褒められるってば、うん、ありがたいことだせ。なっといい酒だ。ところで親父、はい、先だば対左右部できるけども、今年の田んぼと畑の作柄は何だもんでやった。生ハギさん、作柄のことだしな。なんだ、なんと作だばしよ。去年生ハギさんからあの豊作になるようにとってちゃっちゅうお祓いしてもらったっけ。田んぼも畑も大豊作になったさ。なんとか来年も豊作になるようにちっちりと お祓いお願いします。おだども、はい、生きてればだばいい作は取らいねえど。あ、もっともだしな、おらいねえだば家族みんなで一生懸命働いてるさ。おーずいんだば来年また大豊作まずがいないな。はい、ありがとうございます。それからな、はい、二の馬様の姿が見えねえな。馬様は元気でらんだか。おらいの大ばあさん、それこそ生ハギさんから去年あの元気でいるよって励ましの言葉こっちだっけ。元気で元気で、今まで生ハギさん来るの待ってやったんだのも、少し疲れたとって今隣の部屋で休んだところだ。さ、元気にしてるさ。おお、まみげればだばいいとも、
ばさまももう年なんだから家族みんなで面倒見てやめばダメだぞ。え、お来年だば孫嫁半ずみみんな家族みんなで大事にしてるさ。お、はい、だばいいことだ、はい、それからおやんずな、はい、今胃の中ふときでぐるっと回ってみてみたとも胃の読みもこのらも大もいにてばこいと起こさねないたんだって。ああ、なんですか。おらいの読みだばしや、はいはい、うん、生萩さん来るとて今までお出しするこのお前こすぐってあったんですけども、なんだか隣さ呼んじゃるとて、うん、隣の家さ行ったすもな、いやー、孫は孫でここで遊んだりしてやったんだと思うな。どこさ行ったみな、うん、自分の部屋さ行って勉強でもしてるかな、うん、それともこの辺さ隠れたみかな、どこにでも見当たらにかったおやつくれ。ところでな、はい、生ハギが来たとて逃げる隠れるってことは普段ちゃんとやってんやねえか。いえ、生ハギさんおらいの嫁だば、なんと、品ではいいし、働き者だとて、この辺でだば、評判の嫁だすもの。孫は孫で、学校さえ行けば、勉強もきっちりやってくるし、家さ帰ってくれば、宿題もやって、親の手伝いも何でもやる、いい嫁といい孫だす。なんだか今黙って親父の話を聞いてれば孫と嫁とこかばったような言い方するか。そんなことはないさ、はい、親父な、はい、なんぼ生ハギさばすまぎだってほらこの生ハギ大長だっこい、はい、こいみれば今何でもかいわからだと、はい、どれここにのこと少しすらべりんでなっこよ。しかしさべりんでなんとかでだべ、うん、おこの井の孫、伊豆郎っていうな。はい、伊豆郎って言いますわ。この伊豆郎、毎日まずみに学校さなば行ってるって書いてた。なんと、まずみな子だすもな。頼むなんだっこい。まずみなのはただそれだけだって書いてた。この伊豆郎、学校さえ行けば、先生の言うことは一つも聞かねえ。授業中には、後ろの方でいたんずらして、いつもごしゃがいてるって感じだ。それからなんだっけ、学校からうずさ帰ってこいば仕組んだ一つもやらにねゲームばっかりやって勉強なもさにって感じだっけ。いやー、生ハギさん、おらいの孫去年生ハギさん来た時ね、うん、勉強するように言われて勉強もしっかりとやってるはずだすともな、うん、その大長さ勉強してるってかがりでないですか。勉強の美の図も書いてね。もう少し勉強するようにちゃんと読んでから小さにはないなくはい、わかりました。今なこういう子供がいるってことはくえおだじてる親どこもだくえな。おお、嫁どこな、なんとまだ嫁の子供その大長さかがりでるんですか。ちゃんとすら見てきすら、ここの井の嫁の名前、みつこっていうな。あ、だぜ。このみつこ、隣村からここの井さ嫁になってきた時だば、働き者のいい嫁だとって親ず、ずいぶん自慢しちゃった。なんと、いい嫁だすもの。だども、この嫁、ここの井さ来て15年もなるとも、つい最近では、朝は起きない。朝間の水の支度なんば、井の、ばあさまにやらひでるってくれなだってやったくれ。ミスの支度ばあさまにやらひでらんねくて、おらいのばあさま朝早が起きて朝飯の支度したりすれば健康のためにいいとってだすな。そういうんだとって早が起きてるなすもな。おやんず、はい、何も言い訳されてもいい、この嫁朝まで起きねえわけ、生あげはちゃんとすらめてきさ、夕方になれば隣近所の母ちゃんが出さ連絡取って毎晩カラオケさって歌っこったって言うんだよ。ダメだねえかこれ。マハギさん、おらがだ年寄りでおらいのメスかカラオケさ行って、うん、遅く帰ってきてるのわからねえがだすもんな。だが、うん、ダメダメだ、うん、おやんだからもうちゃんと直せなきゃダメだぞ。わかりました。なんだこれ、
青森どこにあるんだ。なんだと生ハゲさん。まずまず、この隊長、まず座ってもらって、なんとか、そしたら、喉渇きにもういっぱいやってください。随分先進めるな。はいはい。どうぞ、その数なさい。生ハゲどこに先にごまかすんだっけな。そういうつもりはないですね。先に出ればいいの。うん、もう一回待ってみようか。はい。どこさえかもだった。どこさえどこに。いやー生ハギさん生ハギさん、来年来るまで孫嫁ちゃんとしつけておくから、なんとか今年はこの豊作の餅で、いや豊作の餅でよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。おやんさん、はい、また今年もけ餅でごまかしたんだか。いや今年だけだっす。今年は餅でごみすども、来年はそうやけど、孫嫁ごとくさんにやったら、あの寸山の山さんが出てんって言ってただけ。いつでも山から来るからな。おらけないいやな、来れる皆さん、1年間、気が病気しないように、力払っただろ。また来るから、いいな。おー、やめよ。ありがとうございました。